いや、すごい。わ、新しいですね。1999年って割と。これでいくか。これはシューティングですよね。もう日本版ですね、思いっきりね。和風のシューティングって感じですね。うわ、血がめっちゃ生々しい。これ、宙に浮いてるんじゃなくて歩いてますね。シューティングですけど、一応歩きながら戦ってるというか。妖怪退治みたいなもんか。すごいな。これボスか。あ、ボスやね。ボス戦ですね。おお、すごい。あ、倒した。あ、まだ、まだか。まだや。あ、やられた。あ、キャラクター選択できないんですね。あ、倒した。あ、もうあと1分ぐらいしかないですけど、時間が。じゃあ一旦ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。続き、あー、しまった。戻っちゃったやん、おい。また最初からになってもうた。続きからやろうと思ったんですけど、また最初からなっちゃいましたね。はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。はい、レトロクエストね、の実況をまた続きやっていきたいと思います。今ポーズを押しててね、ちょっと待って、これリセットを押した時に、そうか、再起動ってやったからか。そうか、そうか、再起動を再開にしなきゃいけなかったんですね。
いやね、正直ね、まあ、中華ゲーム機の投稿なんですけどもね、まあ、一応ね、やっぱりね、批判されるのが嫌で、こうね、なんていうのかな、こう、違法とか言われて批判されるのが嫌だから、今までほとんどね、投稿しなかったんですけども、でもね、よくよく考えればですね、まあ、コメントをね、しないように、できないようにすればいいわけで、コメント無効にすればいいわけですから、そうなればね、違法って言われることもないですし。で、一応ね、中華ゲーム機の投稿をね、して、おそらくね、誰かにね、僕の投稿を通報されたにしたって、まあね、ゲームメーカーとかにもしね、通報されたとしてもね、あれですから、被害者の方が、警察にね、通報しない限りは、僕は捕まることはないわけですから、まあそんなことはないと思うんですよ。僕のね、実況ぐらいでね、任天堂とかソニーとかセガがね、警察に通報するようなことは、多分ないと思うんですよね。こんな、個人一人、たった一人の個人に対してね、おそらくね、通報するとしたら、ゲームメーカーのね、この中華ゲーム機を作ってるメーカーの方が通報する、される立場だと思うんで、そう考えれば僕の中華ゲーム機の実況って、まあ、多分ね、まあ広告収入を得ながらね、実況やってもそんなに多分ね、大丈夫なんじゃないかって最近思うようになったんですね。はい。だからちょっとお試しで、ちょっとね、コメント無効にして、ちょっと投稿していってもいいのか、いいんじゃないかなと最近思うようになりましたんで、思うようにね。多分ね、そうだと思いますよ。ただ違法って今言う人もいるでしょうし、ただ YouTube のね、YouTube のなんかこう、アカウントがね、それで継続できるかどうかという心配は少々あったりはしますけど、おそらくね、僕が中華ゲーム機、まあ、しかもこれ中華ゲーム機つったって、自分でちゃんとお金出して買ってるもんですからね、違法ダウンロードしてね、それをね、したものをね、やってるわけじゃないですから。で、まあ、他にもね、中華ゲーム機投稿してる YouTuber いっぱいいますしね、そう考えればですけど、まあ、またね、公開にして中華ゲーム機の投稿してもいいんじゃないかなって最近ちょっと思うようになりましたね。はい。ただちょっと様子見ながらって感じになりますけども、とりあえずね、ただまあ批判されるのが嫌だったらね、無効にすればいいわけですか、コメントね。コメント欄をね。コメント欄無効にすれば、まあ何も書けないわけですし。でまあね、広告収入を得ながら実況動画をね、公開するにしたって、まあね、それぐらいで捕まることもないでしょうし。あれですから捕まるとなれば申告罪でね、被害者の方からね、訴えられない限りは捕まらないですから。こんな僕個人のね、実況ぐらいでね、任天堂やと、ね、ソニーとか、セガの大手の会社がね、警察にね、捜索願いをね、出すわけないですし、はい。そう考えればね、別にいいんじゃないかなってちょっと最近思うようになりましたね。普通に投稿してても、中華ゲーム機のね、投稿をね。まあ、法律としては申告罪なんで、こういう著作権侵害ってね、財産権侵害になるとすればね、申告罪というとしてになるんで、だから、僕はね、個人ですから、一応ど素人のね、個人がやってることですから、それに対してね、大手のね、ゲームメーカーの会社がね、申告罪でね、警察に僕のね、投稿とかで訴えることはない、おそらくないと思うんですよ。だから僕は捕まる可能性もないでしょうから、そう考えればね、どうですかね、皆さんね。
これからまた中華ゲーム機の投稿をね、どんどんね、配信していくのはどうかなと。どうかなというか、まあね、まあちょっと難しい問題ですけどね、ちょっと様子見ながらね、やってもいいんじゃないかなとは思ってますね。公開にしてね、動画を。中華ゲーム機のレビュー動画ね。まあ全部ね、一気にね、公開にするのは、いきなり公開するのはちょっとね、あれですけども、一応ちょっとね、少しちょっとそれも考えてますので、皆さんね。だからまあ、レトロクエストの動画とかはね、またちょっと公開で、ね、ちょっと様子見ながらね、公開でね、投稿する可能性もあると思います。はい。それもありなんじゃないかなとはちょっと思ってますんで。その方が皆さんね、限定公開にしてるより見やすいでしょうし、どちらかというと僕のね、動画投稿ってそっちの方を求めてる人が多いと思うんで、だから YouTube でね、公開にして投稿していく形でこれからやっていってもいいんじゃないかなとはちょっと思ってますね。はい。一応そういうちょっと法律に関して少しね、ネットで勉強したんですけども、まあ、申告罪なんですよね。こういう、なんか中華ゲーム機とかってね。しかもまあ、申告罪で通報されるとして、したらまあ、ゲームメーカーの方だと思うんですよね。投稿者よりね。そんな気がするんですよね。やっぱね、時間が経つにつれね、いろいろ考え方も変わってくるもんですから、まぁ、ちょっと様子見ながらね、このレトロクエストのこのね、レビュー動画もね、ちょっと公開でちょっとね、投稿してみようかなとちょっと思ってますね。まぁ、どうしてもそれがやばいということであれば、また限定公開に戻すかもしれませんし、様子見ながらって感じで。やっぱ皆さんもね、僕のね、実況ってやっぱりね、中華ゲーム機のレビュー動画が一番見たい人が多いと思うんですよね。で、チャンネル登録者も全く今の状態では増えないので、まあ、中華ゲーム機の投稿を復活させてね、まあ公開でまたやるようになればね、チャンネル登録者も増えるでしょうしね、まあ、広告収入もね、もう、またもっともっと稼げるとは思いますんで、ちょっとね、そんな方に最近考えたんですけどね。どうでしょうかね。あ、やばい。いや、難しい問題で微妙なことなんですけどね。いや、一年前とまた言ってることが全然僕は違いますけど、やっぱ時が経つにつれね、考え方も変わってくるもんでね。まあ、結構まあ特に僕はコロコロ変わるね、気が変わるところもありますから、性格的に。まあ中華ゲーム機ね、投稿やめますって言ってみたり、あ、猫に雲の顔がついてる。雲の顔じゃ、雲に猫の顔がついてるか。コロ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 気が変わるんですけど、まあ、状況によってね、いろいろちょっとね、やっぱどうしてもね、考え方変わってくるもんで、2018年頃なんて堂々とね、中華ゲーム機の投稿全部ね、すべての動画を公開にしてて、広告収入も得てましたけど、で、去年はそれを控えめにしてね、なんか限定公開にして、あれしたりね、一週間だけ、ね、公開にするとかね、一日だけ公開にするとか、いろいろね、試行錯誤して考えてきたんですけどね。結局のところはね、公開にして、別に広告収入を得ながら公開にしてもね、まあ、そんなに大丈夫なんじゃないかなと最近ちょっと思うようになりましたんで。で、まあね、YouTube のね、動画見てるユーザーの方にね、通報されたにしたってメーカーとかにね、まあ、申告罪なんで、僕一人に対してそんなね、別にね、大手のメーカーもね、動かないでしょうし。
結構やられてるね。だからその辺考えるとね、で僕もまあオリジナルの動画ですからね、僕も広告してるのやりながらね、しかもゲームやってるのは僕ですからね。で、自分で買ったゲーム機ですから、中華ゲーム機とはいえね。だから別にね、そう考えればね、オリジナルの動画ですしね、いいんじゃないかなとも思うんですよね。まあ正直なところは僕本当ね、本音としては、中華ゲーム機今まで投稿したのすべて公開にしたい気持ちはあるんですよ。それで広告してるのやりながらね、動画投稿していきたいって気持ちの方がね、本当は強いので、すべて公開にしたいんですよね、今まで投稿した動画ね。その方が広告収入も稼げますし、で、皆さんが見たい動画もね、見れるわけですからね。そっちの方が見たいんであれば、中華ゲーム機とかの投稿の方がね、一番まあね、理想的なんですよ、その方が。みんなも見れる動画見れるし、僕もね、稼げるし、その方が。そう考えればね、どうなのかな、その方がいい気がするんですけどね。で、まあ、どうしてもね、批判されたくないんであれば、コメント無効にすればいいわけですから、そうすればね、痛くも痒くもないし、何も言われないですからね。まあ、それが一番大きかったんですよね、やっぱり、軽口なコメントされるのが一番痛かったんで、それを無効にしてしまえばね、言われることもないですしね、痛くも痒くもないですしね。あとは、ちょっとこの、中華ゲーム機に対する、まあ、ちょっとね、著作権の問題、人生、あれですよね、財産権の問題、その辺だけですよね、あとはね。それがどうなるかっていうところはあるんですけど、一応そのようには考えてはいるんですけど、ちょっとその辺、ちょっとまだね、決定できないですけど、一応ね、どうするか、ちょっと今ね、考え中なんですけど、まあね、ケンイチテレビさんとかね、トッティーゲームズとかね、結構他にもね、こう中華ゲーム機系の動画をね、上げてる YouTuber いますから、増えてますからね。で、まあでもただね、心配なのは、その YouTube のアカウントをね、継続できるかどうかという問題もあるんですよね。それで通報されすぎてね、アカウント停止になる可能性もありますんでね。それはそれで怖いんですよね。だから難しいんですよ。どうすればいいのかね。その辺は。やっぱり数日だけね、公開にするとかの方がいいのかなって気もするんですけど、ずっと公開するってなればね、ちょっと怖い部分もありますからね。どうしようかなと考えてますけど。まあ、最新にとの取り下ろしの中華ゲーム機のレビュー動画だけ公開にして、まあ、限定一週間なりね、限定、まあね、そう公開にして、一週間なり公開にしてですね、で、まあまた限定公開にしてみたいなね、やり方でね、まあ、去年みたいなやり方でね、やってもいいんですけどね。まあ、ずっと公開にしっぱなしっていうのはちょっと怖い気がしますね、すべての動画に対してね。で、その辺ちょっとね、考えながらちょっとね、様子見ながらやっていきたいなとは思ってるんですが、はい。難しい問題ですよね、本当にね。微妙なところですよね。すごいな、このゲームな。いくらでもコンティニューできますからね。妖怪退治ですね、これね。おお、すごい。こう、弾が綺麗ですよね、これね。
暑いな。すごいですね、玉のこのね、あれが。弾幕がすごいですね。あ、倒したか。これボンボンあるのかな。あ、ボンボンありますね、ちゃんと。今まで使ってなかったですけど。なんか人がこう、なんていうのか、血の塊みたいになるのはちょっと残酷ですね、これね。した時にね、キャラクターが変えられないっていうのがちょっと残念ですね。あ、しまった、挟まれるこれ。団子や団子、3万点。あ、中入るのか、城の中に。これボスか。やられた。倒せる。あ、逃げてった。あ、変身したわ。第2形態か、こいつの。あ、倒した。あ、まだか、まだや、まだや。倒しましたね。
か。まあでも来年からね、著作権厳しくなりますもんね。写真とかで、写真とかに対してもね、著作権厳しくなるんでね。そう考えればね、どうかなと思うところもあるんですけど。まあでもね、まあ来年から写真とかね、絵のね、著作権厳しくなるとはいえ、ね、文書とかね。とはいえね、まあ、知恵を振り絞ればね、投稿できる部分はありますからね。ただ漫画とかの絵は一コマとか二コマとかなら大丈夫ですしね。あとなんか、芸術家の絵とかをそのまま丸ごとね、その写真を使うってなればね、なんかね、著作権的にダメらしいんですけど、まあ、ただね、刑罰にね、なるほどじゃないですから、それも申告罪なんで、被害者に申告されないと刑罰にならないですからね。そんな、だから捕まる可能性は低いんですけどね、絵とか写真とかではね。まあね、あれですから、動画のね、アップロードとかダウンロードに関してもね、あれですからね、申告罪なんで、被害者にね、申告されないと、警察動かないですから、ゲームのね、違法、ゲームのレミュレーターの違法ダウンロードとかもそうですけどね。申告罪ですからね。だから、まあ、なかなか捕まらないんですよね。捕まる人があんまりないというか、特定したとしてもね、申告罪なんでね、その被害者の方がね、その警察に申告しないと警察動かないですからね。そう考えれば、そんなに厳しくないって言ったらおかしいけど、まあ緩いってこともないけども、まあ、捕まる心配はそんなにないですもんね。だからこんな動画のね、こういう中華ゲーム機の動画投稿ぐらいじゃ捕まらないと思うんですよ。そう考えればね、まあ控えめにやってれば大丈夫な気もしますね。まああまりにこう派手にやってたらやばいと思いますけどね。まあ期間限定で公開にするとかね、まあ一応臨機応変に考えてやればいいんじゃないかなっていう気はします。絵でとか写真とかもそうですけど、あんまりこう派手にやってるとやばいと思いますけどね。まあ被害者にね、申告されない程度にね、一応やってればいいんじゃないかなっていう気もするんですよね。まあ著作権の勉強をさせてもらった感じではね、そんな感じで、まあ写真とかだってね、芸能人の写真とか使ったりもね、するときだって、自分でか、ある程度加工したりなんかして、画面というか写真小さくしたりとか、画素数をね、なんか低くしたりすればね、そんなにね、投稿しても問題ないみたいですし、絵とかもそうですけど。一応ね、その辺、なんか知恵を振り絞ってなんとかすれば、なんとか投稿はできると思うんですよね。難しい問題ですけどね、本当に微妙で。難しいな、このゲーム。あんまり当たってない気するな、これ。いや、こういうショーティングってこういうダラダラ話しながらやるにはもってこいですね、本当に。このなんかこの女の子がダメージを受けた時の悲鳴が可愛らしいですね。はい。ああ、これ、今度これか。
これが第二形態ってことか、こいつの。化け物ですね。やられた。まあね、ポンちゃんにいくらでも使えますからね。倒せる。はい、倒せた。あー、これか、今度。この敵か。あ、倒した。あ、まだか。まだやな。あ、逃げたんか。あ、まだいるわ。こいつラスボスか、もしかして。妙に神々しいし、なんか。ちょっと倒せたよね。なかなか当たってないな。ちょっとで倒したよね。もう倒した。あ、これが終わりやったんや。じゃあさっきのラスボスやったんや。なかなか面白かったですね。はい、まあ強引ですけどね、クリアしました。ちょっと気になってるゲームでしたからね。
はい。まあ、名前適当でいいわ。はい。